スペック、警視庁公安部公安第5課、未章事件特別対策係事件簿は、2010年10月8日から、同年12月17日まで、TBS 系列で毎週金曜日の22時22時54分に、金曜ドラマ枠で放送された、戸田恵梨香、加瀬梁のダブル主演の日本のテレビドラマであり、これから派生した一連の映像作品のシリーズ、 2020年6月11日から6月25日まで特別編として夜11時56分に放送された。捜査一課が手に負えない超能力などを使った特殊な事件を捜査するために警視庁公安部が設立した未章事件特別対策係、通称未章に配属された IQ201 の天才であり、変人のタイマーさやと、 警視庁特殊部隊出身で、叩き上げのセブンフン流の二人の捜査官が、常人にはない特殊能力を持った犯人と対決する、姿を描く。金曜ドラマ枠ではマクールの、うぬぼれ刑事に続いての刑事ドラマである。本作品は1999年に放送され、2000年に劇場版が公開された、刑事ドラマ、継続と同一の世界観であり、 両作品を合わせて、継続サーガ、あるいは後述の、シックエスを合わせて、スペックサーガと呼ばれることもある。つつみゆきひこや西尾木ゆみえら同作品の主要スタッフが本作品にも携わり、リュウライターや特有は両作品に、同一キャラクターとして出演している。加えて、制作発表当初は、課題として、継続にお関していた。 トリックシリーズなどと同様に、金曜ロードショーをはじめとした、裏番組などの多曲ネタや、時事ネタ、出演者、制作スタッフ、舞台裏の事情にまつわる楽屋ネタなどのパロディ的な要素を多く含んだ小ネタを随所に織り込んでおり、セリフや視覚的要素に笑いを誘う演出が多用されているが、継続と同様にハードで謎に満ちた展開がメインとなっている。初期は、 ミステリー的な展開が多いが、物語の後半以降はスペックに関わる陰謀劇を中心に描かれる。連続ドラマの平均視聴率は10.5%であったが、有料配信や DVD 売り上げは好調を記録し、ザテレビジョンドラマアカデミー賞で4部門を受賞するなど、高い評価を得ており、これらを受けて2011年7月8日、続編となるスペシャルドラマ。 スペックショーと映画、劇場版スペックアマネが制作されることが発表された。スペックショーは初回放送直後で映画公開直前である4月4日にディレクターズカット版が DVD およびブルーレイで発売され、2012年東京ドラマアウォードの作品賞優秀賞などを受賞した。劇場版スペックアマネは公開後2012年5月6日現在で、 動員165万9681人を記録し、最終講習23.9億円のヒット作となった。さらに漫画家作品、スペック例などのメディアミックスに加え、2013年に、同作のスペシャルドラマ化、映画、第2作の、劇場版スペック決進むの編、今日の編の二部作公開をもって、本シリーズは完結した。 2018年4月より8月にかけて、スペックサーが完結編と銘打った、配信限定ドラマ、シックレス女の省内閣情報調査室と組む事項、先住係事件簿が、動画配信プラットフォームパラビの第1弾、オリジナルコンテンツとして配信された。その後も、派の賞、馬屋のショーと、配信が継続していく予定となっている。 9月28日から11月2日にかけては、同じくパラビにて、スペックサーが黎明編、悟りの恋が配信された。また、制作サイドとファンの間では、ソーシャルメディアの積極的な活用があり、ゴールデンタイムの地上波ドラマとしては、先進的な取り組みが評価された。ストーリー時系列順に記載。全シリーズ、継続については、継続シリーズ、続編。 シッ 6S については、シッ 6S 内閣情報調査室と組む事項、先住係事件簿を参照。初回は15分拡大し、22時23時9分まで放送されたほか、他の番組の影響を受けた変更や放送休止があった。10月29日は、2010世界バレー女子日本、ポーランド放送延長のため22時30分からの放送となり、 11月5日は99年の愛、ジャパニーズ・アメリカンズ第3夜の放送のため休止された。15分拡大部分は再放送時にはカットされ、トリックの出演者に似せた役者の登場、タイマがなくした財布を包帯の間から見つけるなどの場面が削られている。オクレネット局の秋田放送では、ニュアレギュラー放送し、2010年末の 特別編成の時間帯に集中放送するという、形態で放送された。なお、2009年は同等の形式で、流星の絆が放送された。第1話と最終回のみ、字幕放送を実施。2012年2月20日から3月26日まで、スペックショー、劇場版スペックアマネのオンエアに先駆けて、TBS 関東ローカルで再放送された。 その他地域でも2012年3月から5月にかけ、昼間、深夜帯などで様々な形態で再放送された。2012年8月1日から8月7日まで、関東ローカルで再放送。2013年10月より、劇場版スペック決進むの編公開に先立ち、TBS 系列各局で連続ドラマ、スペックショーが再放送されたほか 10月30日に水曜プレミアで劇場版スペックアマネが地上派発放送された。2020年6月11日から25日に特別編が放送。以下のあらすじは連続ドラマ版のもの。出動中に部下を誤射したと疑われ移動命令を受けた警視庁嫉妬兵部隊長セブンフンリュは公安部公安第5課。 未証事件特別対策係の一員となり、係長の野々村幸太郎の下、天才だが、変人の捜査官、大沙耶とコンビを組む。未証とは、一見暇な作戦先であるが、他部署で手に負えない事件や、超能力など、科学的に説明のつかない事象に関わる、難事件を捜査する部署である。トーマとセブンは、予言者や地里ガを得たと称する、死刑囚からの挑戦。 他人に憑依する犯罪者などスペックを持つ、者たちの関係する奇妙な事件に、トーマの天才的推理と肉体派のセブンのコンビで、次々と立ち向かっていく。ほぼ一話完結方式で進む物語は、中盤から高知中の予知能力者、レーゼ泉へ年やキュラ地未遂事件などにより、スペックホルダーたちによる、秘密組織の存在が判明し、それに対抗し殺人なども含む、 非合法の治安維持を行う、公安霊下の暗躍などが描かれる。このような中で、トーマとセブンは、先輩の里中三つぐの家族や誤射事件で渋滞になっている部下、志村優作を治療するため、協力して、スペック関連の事件を捜査し、絆を深める。やがて、セブンは志村を救うため、トーマの宿敵である十一の所属組織と取引するが、 約束を破られ、志村を殺害される。セブンが巻き込まれた、誤射事件も、スペックホルダー組織によるものであることが、明らかになり、セブンは、志村の復讐のため未章を出て、公安霊界離するが、二の前はその能力により組織を恐怖支配して、トップに立ち、霊下を壊滅させるなど悪行を重ねる。トーマは、二の前の無敵のスペックを打ち砕く作戦を立て、 勝利するが、その場で、彼の正体と、影で、二の前を操ってきた、他人の記憶を操る、別の敵の存在を知る。トーマとセブンは敵に消された記憶を取り戻し、対決により傷を負いながらも、その敵を倒す。名前横の、ないは年齢。これと、読み仮名は、本編、公式サイト、ノベライズ、スペック公式解体新書、スペック。 ブンスターブックを出展とする。スペック賞は映画第一作、劇場版スペックアマネ公開一週間前の2012年4月1日に放送された。連続ドラマの約1年後描き、治療のため休職していたセブンの未生への復帰から始まる。黒幕との対決以来ゼブンがトーマに不信を抱いていたことと、トーマ自身が持つスペックが明らかになる。 スペックホルダー悟りが被害者になる事件の解決と、共に、大麻がその能力を封印してセブンと和解するまでを描き、映画、劇場版スペックアマネで登場する、スペック組織の事件へとつながるラストとなる。未章には、新メンバーが就任し、デンデンが演じる、死竜は、映画、天にも登場する。また、日本を陰で支配する。 午前会議とその計画するシンプルプランが初めて登場する。主要なゲスト出演者は北村一輝、谷村水木、拓馬隆之ほか、スピンオフのスペシャルドラマ、スペックイ』は劇場版スペック決に部作の公開と、同時期の2013年10月23日に放送された。連続ドラマの約1年前を描き、トーマと、 二の前の最初の戦いや、セブンの嫉妬時代が描かれる。映画第一作、劇場版スペックアマネは、2012年4月7日より、東方系にて、日本公開。スペック、スペックショーに続く物語。死んだはずの二の前が組織を率いて、反スペック勢力の午前会議が計画する、スペックホルダー抹殺計画、シンプルプランに対抗し、 ミイラ死体殺人事件を皮切りとしたテロ活動を開始する。謎の予言、ファティマ第3の予言の存在が描かれ、公安令かほか国家レベルの指示のもと、未章はセブンの元恋人、青池里子と協力して制圧に向かうが、トーマのスペックは意志に反して復活する。対立を経てセブンと絆を確かめ合う大マは、二の前がクローンであることを見抜いて倒し、 その戦いを眺める、謎の青年、世界が登場する。映画、第2作、劇場版スペックケツは、進むの編、河の編の2部作で2013年11月1日11月29日に連続公開された。当初は一部作の予定であったが、物語のスケールが一作に収まりきらなかったということで、前後編に分かれた。シンプルプランによる、 スペックホルダー抹殺計画の真実と、前作で登場した、少女、青池淳と謎の青年、世界の正体が明らかにされ、人類の存亡をかけてそのスペックを解放するトーマの、戦い及び、野々村やセブンとの関係の結末が描かれる。本作で登場する特殊能力。トーマの見解では、通常人間は10%しか脳を使っていないが、 その使われていない脳の残りの90%を発揮することによって発言したものとされている。その能力は、予知やサイコメトリー、憑依から、念動力と多岐にわたるが、本作の特徴であるコメディ的要素として、発動する際に、独特の振り付けやダンスを踊ったり、ブブゼラを吹く、冷静のスペックのように、漫画、秘密のアッコちゃんから引用した呪文を唱えるといった。 ユーモラスな描写で表現されるものも登場する。スペックを持つ人間の総称。スペックホルダーの名称は公案によるもの。スペックホルダーで構成された、集団、組織も存在しているが、組織の数やそれぞれの目的は不明。またスペックを持つものを、石油やレアメタルに匹敵する人的資源とみなし、これを確保しようとする国家や、石油メジャー。 秘密結社などがバックに存在する組織もあり、組織同士の構想も起こっている。世界を影から動かそうとする目的が見え隠れするものの、集団自体は一枚岩ではなく、組織に従わない能力者や組織に属さない能力者もいる。なお、己の会で大麻が見ていた、スペックホルダーリストに、包み、西尾木、今井。 上だら制作スタッフの名前が多数記載されている。以下の表では、本人の名乗っている能力と実際の能力が違う。場合、能力の欄に名乗っている能力、備考の欄に真の能力を表記する。通称、未章。本作における架空の警視庁の部署。オフィスは、警視庁、地下21.5階に位置し、捜査一課では、 対処できない目撃証言のほとんどない犯行や政治、宗教団体などが絡む未解決事件、とりわけ科学では解明できないスペック絡みの事件を扱う部署として警視庁公安部公安第5課に設立された。設立を進めたのは公安部第5課課長兼特務事項担当部長 S3 次官であり係長に野々村を指名した漫画 スペック例ではこの人物が、前作、継続の主人公、柴田淳であり、トーマを未章に紹介し、現在も、野々村と連絡を取る元捜査一家に係の、女刑事や謎の人物 S と同一人物である、ことが示唆されている。だが、表向きは、宇宙人にさらわれたと主張するような頭のおかしい、人間や、クレーマーからの訴えを、 のらりくらりと交わすための苦情処理窓口、警視庁内のお荷物的部署とされ、昼暗ン,ン扱いの野々村をはじめとして、問題のある人材の左遷先であるという位置づけである。公安霊下からは、スペック関連事件のおとりとして扱われている。未消域のリフトは、公安の管理セクションにより、使用が禁じられたために電源を止められていたが、 トーマによって勝手にはしごをかけ、使用できるようになった。だが、管理セクションによって、今度は壁を作られたため、警視庁の出入り口から、桜田門へと回り、国分省側の通気口から入る裏道を通るしか、方法はなく、若い人でも、徒歩1時間弱はかかる。通称、アグレッサー。陸軍中野学校にルーツを持ち、隠語として、中野と呼ばれることもある。 公安の中の公安、秘密警察の中の秘密警察と言われ、政府の中でも一部の人間にしか知られていない組織。未証ができる以前から、スペックの存在を感知、研究しており、社会を混乱させ、秩序を乱しかねないという器具から、スペックを持った人間の存在を公にしないために、非合法活動を行い暗躍し続けている。未証を隠れみのとして使っている。 また、老夫婦、親子連れなどの一般人になりすまして、監視活動を行う、者たち、果ては、犬までもがスタッフとして所属している。この霊下のトップが、津田助けである。そのパブリックドメインのシステムは、津田と同じ顔の人物が多数影武者として存在し、敵対する者に一人が殺されても代わりの津田が、次々に現れる、というもので、これによって、 公安霊下を世界最強の組織からしめているという。その中でも、津田の大元は、代々宗家として受け継がれ、天では、第24代宗家が登場する。午前会議にも出席を許されている。津田の候補となる人間は、優れた素質を持った者がスカウトされ、選ばれた者は職務に対する誇りを持ち自らを、究極の公務員と自負している。 津田によって処分すべきと判断されたスペックホルダーや関係者は国会議事堂内の本部でだるまに名前を書き殺した後に名前に印をつけて部屋の中にずらりと並べられている確保されたスペックホルダーたちは一様に殺害されるわけではなくその身の安全を守るため保護施設に移送する場合もありその中でも絶対安全とされる保護施設は デッドエンドと呼ばれ、公安霊化以外には極秘の存在である。デッドエンドは厳重な警備が敷かれ核攻撃にも耐えるとされ、多数のスペックホルダーが収容されている。57切り門企画段階であった2010年時点では、本作のような SF ドラマは深夜、ドラマ向きとされていた。プロデューサーの上田博樹は、これを、プライムタイムの枠で行うため、継続にを監視。 継続の続編として、超能力物であることを隠して、編成部と交渉していた。主演の戸田と加瀬は、契約時には、継続の続編であるとされていることを知らず、制作発表の報道などでそれを知り驚いたという。これについては、上田と包みが手掛けた、ドラマ、愛なんていらねえよ、夏の視聴率で、敗北し、 今後自分たちの企画が通らないであろうことを危惧して、熱海温泉で話し合った際に、継続の続編をやることを発案したが、前作の主演2名がオファーを受けなかったため、スペックの企画に、継続2の仮タイトルをつけて始めたと後に明かしている。タイトルは、はじめ、未章とされていたが、意味がわかりづらいということで、本作における特殊能力を表す語スペックに決まった。 上田によれば、シリーズとしては連続ドラマが、既、スペシャルドラマ、スペックショーが、ショー、劇場版スペック天めが、天と、気象点結の流れが考えられており、ケツも2012年3月時点では構想の段階でラストまで考えられていた。なお、天の最後に、大マが、ツをやると思ったら、大間違いだぞ。と言ったり、セブンが、ツでいいか トトーマに尋ねながら、ケツと書かれた紙を持っていたりしていることから、いかにも続編があることを示唆しており、2013年公開のケツで実現した。また、本シリーズを10年スパンの企画にすることも考えられていたが、主演の戸田と加瀬がケツで完結させることを望み、同作品を最後とすることになった。番組公式ツイッターは2012年6月現在で、 約47,521人にフォローされている。公式アカウントでは連続ドラマ放送後半で低視聴率に対し視聴率ダメでした。関係者の皆様大変申し訳ありませんでしたといった敗北宣言をツイートしたことがネット上のニュースサイトなどで話題となった。またリアルタイムで作品の解説をしたり制作当事者の声を伝えるなど 濃い情報を提供することに力を入れており、終了後も映画公開に至るまで、ドラマ版の DVD 発売の情報や、映画の作業風景などを継続して伝えた。他に、11ならば1月11日など、人気キャラクターにちなんだ日にハッシュタグをつけて一斉に、劇中のセリフをツイートするなどの企画が行われたが、これは視聴者からの発案で始まったものであった。 2012年4月1日のスペシャルドラマの際は放送中にテレビのリモコンの d ボタンを押すとデータ放送で放送実況用アカウントに当てた関連タイムラインが表示されるという試みが行われ放送時間中のツイッター投稿数は1分あたり平均231件であったこれらの試みはテレビとソーシャルメディアの連携として先進的な取り組みであり特に ゴールデンタイムの番組として積極的に行われた姿勢が評価され、スペックショーは日経デジタルマーケティングと日経エンタテインメント。主催によるソーシャルテレビアワード2012大賞を受賞した。オリジナルコンフィデンスは映画公開前にスペックショーなど関連作の発売やプロモーションを集中させたことに加え、ツイッターにより性の声を伝えて、 コアファンの熱量を維持させたことが視聴率が伸びなかったにもかかわらず映画をヒットさせた鍵の一つであると分析している。アカウントスペック LOC は2012年7月31日に終了が宣言され8月1日一旦閉鎖の後8月3日に復活した。戸田とカの本作におけるキャスティングはそれまでの両者のイメージとは違うものであり 本作の大きな魅力であったと評価されている。また、カセのキャスティングのアイデアを出したのは、今井プロデューサーで、第5.6話ゲストの大森直も、元同級生であった彼女の発案による。このほか123役を演じる、篠原恵美は、新助社長のプロデュース大作戦の企画として、アラフォーの一般女性を対象に公募したオーディションで選抜された。 その模様は2010年10月12日の同番組で放送。11役の新木と高橋修雄が審査員となり、最終的には最終候補4人がそれぞれ新木を相手に芝居をしたシーンから島田信介が選んだ。ロケ地本作品はロケーション撮影が基本のため多数のロケ地がある。以下は代表的なもの。主題歌は ザライス・クッカーズによるドラマのために書き下ろされたオリジナル曲である。このバンドの起用は、堤幸彦監督の指名によるもので、全10回の放送で流れる主題歌のアレンジを各回ごとに違うバージョンにするという希望が出された。ザライス・クッカーズはこれに応え、はじめに作成された日本語詞の楽曲、波の行く先に加えて、同曲の英語詞バージョン。 波の行く先を作り、この2曲を合計10パターンにアレンジした。これはドラマの毎回のタイトルバック映像を各回ごとに違うパターンにするという演出に合わせたものである。本作のタイトルバックはフラッシュバック映像を使用しているが、継続のタイトルバックでも同様の演出が行われていた。実際の放送においては、河の回から土の絵の回までは、 波の行く先、己の会以降は日本語の、波の行く先が使用された。また、河の会と己の会、乙の会とカノエの会、兵の会とカノトの会、母の会と水の絵の会のアレンジは同じである。また、ショーでは、波の行く先の CD 版アレンジの長めのバージョン、映画、天ではさらに新しいアレンジの、波の行く先甘音が使用されている。また、 連続ドラマ放送時は各回の放送後から次週の放送終了までの間 TBS の公式携帯サイトから主題歌の各回ごとのアレンジ版の着歌をダウンロードできるようになっていた2011年3月23日に発売された DVD とブルーレイディスクは発売から年度末までの9日間で6300枚を売り 東京放送ホールディングスの2010年度の年間売上げ第1位となった。2014年5月20日付の累計売上数は20万9788枚。オリコンチャートによる記録では、2012年4月4日付週間チャートで、DVD は初登場19位、売上は3206枚、ブルーレイは初登場4位、3243枚で、 翌週4月11日付では38位、累計3643枚となっている。2012年4月4日発売のスペックショーディレクターズカット版のブルーレイディスクは、オリコン週間ブルーレイディスクランキングでドラマ部門の1位となり、総合部門でも2位を記録、初週の売り上げは約6000枚であった。DVD も同チャートで総合10位。 初週売り上げ4000枚となった。BT の週刊ランキング2位の成績は、テレビドラマ作品としては、同年10月22日付で、鍵のかかった、ヘアブルーレイボックスが1位を獲得するまでは、他の2作品とともに最高位であった。また下記にあるように、ギャオ、ストアでの有料動画配信が上位を記録している。TBS ペイテレビ事業部担当部長によれば、 有料動画配信は異常なほど売れたといい、継続もこの時期に売れ行きが伸びている。理由として、堤幸みゆきひこの演出の人気を上げ、有料であるがゆえに、とんがった演出家の作品など、持っておきたいものは人気が高いと分析している。この他、関連商品の内書籍11種類については、2012年12月、現在、 累計91万部を売り上げている。本作は評論家からも様々な評価を得た。コラムニストの亀和田氏は、週刊、文春の連載コラムで二度にわたって取り上げ、暴力に覆われた2010年の世界を描ききる、スペックと表紙、また特に戸田の演技をヤンキーにして、小悪魔女優という奇跡、物語がスケールアップしていく速度に合わせて、 彼女の演技も幅を増し、微細なニュアンスまで表現していくとその魅力を表現して絶賛した。一方、今井前は同じく、週刊、文春のドラマ記事で、今季はースと、すべてが、これ、面白いでしょの押し付けなどと批判している。評論家の宇野常宏は、圧倒的なクオリティ、包みゆき幸彦を超えられない、ドラマ業界の未来が心配になるなど、 全体的に高く評価し、JJA ブラムスなどの日本国外のドラマの手法を取り入れつつ、日本特有の文脈を加えたと指摘した。また、継続をトラウマ理論的人間観や、サイコサスペンスがブームとなっていた、同時代を斜めに見て作られた、90年代の総決算とした上で、トリックを経て、異能力が溢れる世界を描く本作を、過剰な、本物、 過剰な現実にどう立ち向かうかが主題になっているゼロ年代の総決算としている。話数は実感と気象点結で表記されている。本校では便宜上数字の話数も併記している。スペック症に関するカテゴリー、スペックサーが例明編、悟りの恋に関するカテゴリー。ありがとうございます。